ということで、今回は社会人1年目が黒歴史すぎたので、イカスミパスタを食べていきたいと思います。ちなみにこのシャツは、実家に3年間放置してあった、無臭だ泣かせの白シャツでございます。なので今回、この白シャツを、墨汁一滴も汚さずに食べれたら、チャンネル登録と高評価、よろしくお願いいたします。ちなみに沖縄では大絶賛台風が接近中ですので、ヒューヒューっていう黄色い青年が聞こえたら、ちょっと、オーディエンス盛り上がってくれればと思いますので、はい、よろしくお願いいたします。こっちサビラ。暑いからちょっと袖まくる。無理。暑い。これ苦しい。OK。まあ、誰にだって暗黒時代あるもんな。ここで仕込んだら YouTube じゃないでしょう。ということで、夢はでっかく、一口もでっかくということで、このメデューサいただきたいと思います。待って、普通にうまいんだけど、そりゃそうだよね。レトルトパック使ったんだもん。今回サムネ映えさせるために、イカスミパスタの上に乗ってた赤いやつ、あれ紅生姜のせたんですよ。合う。合う。合う。別にオットセイとかじゃなくて、いや、マジで合うんですよ。でも皆さんも暇だったらやってみてくださいね。これ、これどれだけ黒いかっていうと、こんなに黒いんですよね。コナンもびっくりのチェイサーですよね。それ漆黒のチェイサーだから。なんかやばい。黒すぎて顔なしの最終形態みたいになってる真っ黒黒すけ。早速汚れたわ。これいきましょうか。イカリング、パイレーツオブカリビアン。この動画ずっと迷ってて、シンプルに黒歴史っていうタイトルでいくか、サムネ持って仕事帰りのサラリーマンイカスミパスタを食べるっていうやつでいくか、全然シャツで出勤する職場でもないんですけど、ちょっと今回は魚介類が多いということで釣りサムネなんですけど、それどうなるかはわからないです。もしお主が YouTuber なら、すすってみせよ。むえ。冷凍庫探してたら、むきエビあった。実は今のインスタグラムをやる前に作ったアカウントなんですけど、久しぶりに覗いたらこんなストーリーが出てきて、もう画面めっちゃ真っ赤っかだったんですよ。死に恥ずかしいと思って動画にしちゃおうと思いました。で、この時っていうのが何者かにならなきゃってずっと思ってて、ビジネス系 YouTuber さんとかそういうビジネス本をもう全部片っ端からグラグラしてたんですよ。で、その結果、まあ、こういうストーリーを出していたっていうね。これは中島みゆきさんもびっくりするぐらいの時代だったんですけど、で、それでいろんな人に交流したいとか、すごい人とかに交流したいとか、そういう意識があって、おかげさまで、まあ、50万円吹き飛んだんですけど、まあ、その話はまたの機会で。イカリングがうまい。メインチャンネルではさ、一口目とかそういうパッパッパってしか食べるとこ映してないから、まあ綺麗に見えますけど、サブチャンネルの動画ではあんまりカットしないようなことしてるので、めちゃ賢者タイムの顔になったり、なんか食べこぼしたり吸ったりラジバンだりしてるので、まあそちらももしよろしければご覧ください。それ誰が見んねん。
今回のイカパスタ死に当たりやすさ。死に風吹いてるけど大丈夫か？あ、これサムネする？新社会人のみんな。ちょっと聞きたいことがあるんですけど、あんま沖縄の企業では見たことないですけど、スーツで出勤するって会社に勤めてる方います？自分も本土の会社にいた時はスーツ出勤だったんですよ。死に暑い。夏地獄。だからこそこうやってね、ネクタイをシャーってやって居酒屋でグイって飲んでる人がね、絵になるんですよね。まあ、こっち家だし、なんならスーツで出勤しないし、なんならイカスミパスタ食べてるサラリーマンとかほとんど見たことないし、ああ、見える見える。見えるよ。俺が将来路頭に迷う姿がめちゃくちゃ見えるよ。このイカリング死に硬い。ヤシが口の中切れてもいいの万々歳な俺にとっては大好物でございます。一世のでバンバンザイ、ミユです、ギシです、ルナです、ドテです。バンバンザイの皆さん本当にすいませんでした。なんか白ひげのマークみたいじゃないですか。なんでワンピース知らねえんだよ。待って、これ本当にさ、改めて読んでみるとマジ恥ずかしいんだけど。今日の気づき、方向性の大事さ。何か目的があってそこに行きたいときに、闇雲に動いているわけじゃない。例えば、家に帰るとき、家の方向に動くよね。これって何事にも通じてて、方向が違うと、どんなに強く、早く動いても絶対に届かない。何かを達成、過去成功させるには、才能、努力、方向、タイミング、過去、時代の流れと思って。どれかがゼロでもダメだよね。薄い。安物のレジ袋ぐらい薄い。すぐ破けて落ちちゃうんですよね。今日の気づき。今日は気づきというより、やるかやらないか迷った時、何をしてるかをアウトプット。やるかやらないか迷った時、いつも、じゃあやんないのって自分に聞くこと。これいいですよ。最初からやんないのって聞いたら、自分の場合は、いや、やるって大抵になります。どうしても迷った時、マイナス面に気を取られてしまうんです。が、これをやると、感覚的にプラスとマイナス両方を見ることができる。ちょっと何言ってるかわかんない。ほんと何回言うんでも意味がわかんないんですけど。感覚的にプラスとマイナスの両方を見ることができる。もし何語喋ってんの？これ最後ですね。今日の気づき。人に助けを求めることも大切。人それぞれ持っているものは違いますよね。長所、短所、情報、これまでのプロセスなど、自分が持っているものを相手にします。これを相互化することで相乗効果になり、効率的になる。もちろんもらうばかりでは良くない。自分の方が多く与える、かっこ違い。ギブ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 、ずっとギブ。もう。まあでも確かにね、こうやってね、自分の気づきをね、何かしらの方向で、アウトプット、そうやって発信することはいいと思いますよ。ヤシがよ、あの月の俺、いや、死に我慢してんか。いや、死に我慢してるだろ。本当は YouTube でアホみたいに面白いエンタメしか見たくなかっただろ。ビジネスの人とか、本当は見ててつまんなかっただろ。ごめんなさい、ごめんなさい。本当にビジネス系の YouTuber の人が大抵みんな同じことしか言ってないってわけじゃなくて。それを見てたおかげで、まあ、今があるっていうのは実感してますね。今これ、まあ、人生何が起こるかわからないんで、皆さんも台風には気をつけて、外に出たらダメよ。普通に朝買い物行ったんですけど、ズル向け。うん。これご飯と一緒に食べたかったな。え、陽平、お願い。脱いだばっかの靴下を早く洗濯かごに入れて。ちょっと、この真似してみました。また本名言っちゃった。他の本名言ってどうするかや。全然すすれん。
3時間ルール、3時間ルール。ん？おじゃる丸はタイプですかって？あんなクソガキタイプじゃないですね。ポンデリング無理。あ、ちょっとこれを見てくれている皆様にお願いがあるんですけど、 TikTok もしくはこの YouTube を見てくれている皆様へ、切り抜き動画作ってくれる人大募集全ちょっと切り抜いてパンってもう世に放っちゃってください。 Twitter でも Instagram でも何でもいいんで、 Facebook でも何でもいいんで、もしそれでメンションしてくれたら絶対にもう見てからやややや言うので、はい、よろしくお願いいたします。見て、ガンガゼの肛門。本当に失礼しました。マジでごめんなさい。死にうまかったですさ。ということで皆さんも黒歴史の一つや二つあるんじゃないでしょうか。もしよかったらコメント欄に書いてみてね。絶対いないと思うけど、この動画がいいなと思ったらチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。インスタグラム、ツイッター、あ、インスタグラムと TikTok もやってるので、そちらの方も概要欄に載せてありますので、フォローよろしくお願いいたします。ごちそうさまでした。なんかさ、台風の時ってテンション上がらん？不謹慎だけどさ。